はい、コニタンと遊んでます。そうか、おいで、こっちだよ。しつこいつけないでよ。どこ行くの？やっぱりあの臆病者に感化されてどっか行っちゃう。おお。ね、よくない。はい。あ、でもまた来た来た来た。まだ俺の方が背高いの。ヒナと遊ぶというか群がられているコニタンです。ジュラシックパーク。すごいね。はい。いっぱいめっちゃいっぱい生きてる。いやだね。ショーンってそれ？ショーンは奥のやつだね。あ、なに群がってんだお前だって感じでゆっくりのさのさしてる。本当だ、珍しい。ごめんね、ごめんね、頭をつかないで。頭つついたらつき返すからね。おいで。あ、おいで、セミに乗りたいんだ俺は。調教しようとして。こんなに慣れても大人だし、今日は首が汚れてるというか、だんだん本当にモフモフしてきた首が。うん、ね、首蹴ったら肉だからね。怖いこと言ってるね、ショーン。いやー、いいですね。うん、んそう、なぜショーンというか、頭が大きいから。頭が大きい分、頭がいいんじゃないかってね、希望的な。でも一番最初に人間なれたね。そうですね、今のこの子たちが逃げないのもショーンのおかげでかもしれない、ね、この間あのダチョウがね脱走した時も、うんうん、そうショーンの周りにいる人は逃げてなかった。おお、あいつらが逃げてる。素晴らしい。見せないですね、みんなね。手袋で遊び始めた。はい、はい、そんな感じでね。あ、頭、はい、はい、バイバイ。ひなでした。バイバイ。バイバイ。